仕事中ですが通知来ると来ちゃいます。仕事しろ仕事今日は厳しめ。仕事しろ仕事。ハートありがとうございます、ラブ。え、待って、あれじゃん、あれ星あるよ。あ、なんだっけ、9月からなくなるんじゃなかったっけ星。あれ、そんなことないのか、そんなことないのか、あれなんか、あれ9月じゃないのか。こんにちは。11とか、あ、微妙なんだね、なんかあるんだね。じゃあ、はい、ということで、なんか今日はね、まあ皆さんご存知の通り、昨日は私の大尊敬する中江里香さんの卒業公演最終活動日ということで、昨日はねみんなで朝からみっちりリハをして、あっという間に本番が来て、あっという間に本番も始まったらもうすぐにあっという間だったけど、ぎゅっと結構もう濃い一日だったんですよ昨日は。うん、で今日私はお休みでして、今日一日、そうですね、あの昼まで寝てたわけじゃない、もうね今日は朝の5時とかに起きました私休みの日の方が早起きなんですよ。そう、なんか休みを、そのなんかな、わかんない、アドレナリンってやつですか、なんかね目覚めてしまった。そう、私なんか昨日は本当にね、何だったんだろうみたいな、ちょっと今もちょっと今日喋りがゆっくりですね。いやでもさっきまで、今日何をしてたかというと、え、どうした、私、そういつもだったらさ、もうショールーム始めた瞬間になんかもう結構喋りたいことをバーっと喋って、後半ようやく静かになってコメントをちゃんと読み出すみたいな、そんな読んでないか、ごめんねたまに言われるんですよね、ハルルもっとコメント読んだ方がいいよ。いやそうなんだけど、なんか喋りたいことがさあってさ、コメント読んでさ、それについて触れたら、あの喋りたいことを忘れちゃうんですよ私ったらね、その話がちょっと変わったら、ほんとあの3歩歩いたら言われたこと忘れるみたいな感じなの。あ、初見の方だ、どうもこんにちは。なんか初見さんなの、なんか投げてくれてるよ、ありがとうございます。で、いやもう昨日本当にあーって思いながらでもなんかいろんなことを思いました。すごく寂しいとか、リカさん大好きとか、なんかそういうことはもちろんあるんだけど、そういうこうなんかざっくりとしたことだけじゃなくって、ざっくりとっていうのかな、なんかすごく何もっといろんなことを思ったんです。実はもっといろんなことを思ったんだけど、でもなんかそれを具体的にいつもだったら言語化しようとするんだけど、なんかそうじゃない気もするなみたいな時ってあるじゃないですかそれだなっていう感じなので、うん、フォトログにも書いたんですけど、そうですね、よくわからない日本語で感じたこととか思ったことをね、ぐちゃぐちゃな日本語で喋るより、私がこれからこう成長していくぞっていう気持ち、
そういう姿をリカさんに見ていただいて、そうですね、言葉よりも行動でみたいな、そういう感じですかね、できたらなと思ってます。はい、もう、なんか意外と今も本当に実感が湧いてない。多分なんかすぐにリカさんに会えちゃうような気がしてる。でも会えちゃうような気がしてるから、結構会えちゃうかなね。でもクラクラでよかった。クラクラのメンバーになって、クラクラのプロデューサーさんも続けていってくださるって言ってたから、お世話になっちゃいます。でもさ、なんかいろんなことを思ったっていうのはさ、なんかちょっと話し出しちゃうんだけど、さっきなんか言葉では言わないみたいな、なんか言わないぜみたいなやばい、なんか結構私は口数少なく行動でやってくタイプなんでみたいなこと言った後に、すぐ直後にこれ言うのもあれなんですけど、いや、なんか本当になんかそのさ、一期生さんが築き上げてきた NGT の歴史が結構長いじゃないですか。で、そこから私たち二期生、ドラフト生、二期ドラさん入ってきた、そこも長いじゃないですか。で、三期生が今入ってきてくれてるっていう。で、なんかその二期生同士で結構話し合ったりするんだけど、その今団子三兄弟みたいな、あの団子かは分かんないですけどあのそのさ、三兄弟ってさ結構複雑じゃん。複雑っていうか、三兄弟の間の人ってさ、なんか結構おおっていう。私は兄弟は弟が一人いるだけで、長女お姉ちゃんなので真ん中に入ったことはないんですけど、でもやっぱりこう先輩から吸収するものがあって、でなんか後輩に対してもこう思うこと、もっとこうした方がいいとか、なんかアドバイスできたらなとかっていうふうにも思うこともあるし、でもだからといってそのなんか自分はまだまだだしみたいな風なネガティブな気持ちにもなっちゃうし、なんだろう、そうそう、先輩がいる前でその3期生にアドバイスしづらいなみたいなじゃあそういうのもあるよねみたいな。なんかその3人兄弟、まあ兄弟とは違うけどさ、なんかその上も下もいるっていう立場って結構こう貴重だなって、私は人生初めての体験でして、今まさに、なんかそうなんですよ。だからね、その真ん中のニキドラさんには、ニキドラさんにしかわからないなんか気持ちもあるよねっていうことを結構同期のみんなと最近共有し合ったりすることも増えたなって思ってて、だからなんかそういう気持ちがあった上で、そのリカさんからのお言葉、みんなに対してねいただくお言葉があって、私なんかみんなに一人一人に言ってメッセージをくださったんですよ、リカさんが。だからなんかもちろん自分に対して言ってくださった言葉もううって思いながら受け止めるし、周りのメンバーがリカさんからどう言われてるのかっていうのもすごい自分に言われてるのと同じくらい緊張しながら気にしながら聞いてる。だから多分いろんな気持ちになったなっていうことですかね。声が全然キャピッとした声が出ない。いつもか。いつもなんだけど。公演の時はもうちょっと
可愛い声で歌ってます。あの左の腕で連れ去っての昨日もやらせていただいたけど、歌割りのところ届かないって歌ってるから、冗談抜きでこんな感じもうイメージは天使をイメージして届かない。なんか DMM で見た時に普通になんか歌った時に、あーなんかちょっとここはわざとっていうわけじゃないけど、もうちょっと可愛い声を意識してみてもいいんじゃないって思って、最近はそんな感じのまあ気分かもしれないですけど急に歌の話、草って言われた。草、私草ってさ人との会話の中で使ったことないんだよね。でもなんか使えなくってさ、そうなんか草って使えなくってさ、なんかすごいめっちゃはるかがでも草って使ったらさ、ちょっとみんなさ、えはるるん陰キャのくせに草って使ってるって絶対言うと思ってそれ言われたらさ恥ずかしいじゃん。草って使えない、なんかでも独り言だと言う時ある、たまになんか生きった気持ちになって恥ずかしいそう草でもなんか今日あの炊飯器普通に独り言喋ってて、あの喋りながら自分で自分の喋ってることに突っ込んだりも、やべしながらなんですよ。ちょっと待ってくださいね。一回止めますね。あ、申し訳ないです。よいしょ。めちゃめちゃ曲がってない？どうしてこんなに曲がってるん？なんとですね、我が弟が帰ってきました危なかった。セーフ。草こういう時に使うのか。今私のお部屋のエアコンをつけましたね。やだ、なんか草って使われたらさ、草の話してた後に草って使われたらさ、なんか恥ずかしい。なんか草、みんなが草って使ってて恥ずかしい、使われて恥ずかしい。何の話よ。なんか何の話してたんだっけ。そう、エアコンすごい頑張ってんね。すごい頑張ってくれてますエアコンが。なんか次元がさ、ちょっと草って2回使うの？草って。あ、そうそう、だからなんか一人ごとでなんとかなんとか草って言った瞬間に、今日炊飯ジャーを開けて、でもご飯に草って言ったわけじゃなくて、ご飯に謝った。あ、ごめん、草ってそっちの草じゃないからごめん、むしろいい匂いってご飯に謝ったごめんね。草、ハートありがとうございます。そう、理屈じゃなくて感情のまま、モラルやルールをもう全部捨ててほしいねえ。なんかさ、
皆さん本当に9月になっちゃったよ。今日から9月で、私新しい月が始まるの大好きなんです。はい、やっぱり気持ちが心機一転っていう感じがするじゃないですか。だから好き。でもこう今は8月が終わって、昨日リカさんが卒業されてしまったから、ちょっと静かな9月が始まった感じがする。しんみりとしてる、まだね。でもそんななんか9月から結構意気込んでいる部分があります。はい、金魚さんありがとうございます。お星様ありがとうございます。なんか私もさ、9月がまさか来ると思ってなかったんですよ。何？9月1日なので、今日は丸亀製麺で半額です。あ、そうなんですか。私さ、丸亀製麺に行ったことが2回くらいしかない。千葉から引っ越してきたんですが、新潟暑すぎますねって初見さんが言ってる。暑いですよね。そうなんですよ。え、私が新潟のアイドルだから見に来てくださったの？新潟に引っ越して来てくださってありがとうございます。お仕事かな。NGT48 というグループの小越遥というものですこの度はいらしてくださってありがとうございます。嬉しい。いや、そうですよ、新潟暑いんです。本当に気をつけた方がいい、熱中症。気をつけてもなっちゃうんだって、熱中症は。だから気をつけよう。この配信はそうですね、あーそう、でもちょっと時間がね、ちょっとしたら、ちょっとかわかんないや。でも今日荷物が届く、 ZOZO からまた ZOZO 大好き。もちろんペイペイで払いました。でも今日は小物です。私今スマホケースが、最近使ってたスマホケースがちょっとなんかまたボロボロになってきて、だから ZOZO でなんかたまたま見つけたやつを、めっちゃシンプルなケースと、なんかマルチに使えるトートバッグ、それだけを注文しました。とても丁寧わら。10月から新潟市に行くので、ライブ公演でやつも行ってみて、ぜひ来てください。ぜひぜひお願いします。公演をね、見ていただいたら NGT の魅力も知っていただける気がする。よかったら来て。こんにちは、こんにちは。実店舗では買わないの？実店舗って本当にお店に行って買うってこと？そう、なんか私はお店、なんかお店にスマホケースさ、お店に行ってもなんかそんなに可愛いスマホケースがあんまりお店で見つかった経験がなくて、
そう、公演小声さんも出るんですか？出ますよ。私は NGT48 のリバイバル公演というのが今やってまして、リバイバル公演のでも基本出てはいます。たまにこうお仕事とかが被ったりすると後輩の子がアンダーで出てくれてるんですけど、はい、今はそうですね、その公演を NGT は正規メンバーがやってて、あとは研究生公演もあるので、公演では今のこのトーンよりももう2つくらいこう声を高くしてでテンションもあともう4つくらいテンション高いですね。結構ステージ上とショールームと雰囲気が違う時もあります。いや、ショールームは結構もうなんか永遠の自問自答なんですよね。永遠ループみたいな。でもさすがに公演ではさ、そんなことできないじゃん。ステージ上でさ、皆さんが目の前にいて他のメンバーもたくさんいる中で自問自答はできないなと思って、ある程度ね、そう自問自答は1回までって決めてるんですけど、ショールームはもう無法地帯なので、さあせかったたまにしてるくない。だからそう、自問自答の自問自答1回まで、その自問自答に対しての自問自答に対しての自問自答はしない、自問自答ですです。でも最近自分で言うなって感じですけど、最近若干、めっちゃ若干ですよ、若干パフォーマンスに定評がつきつつある、つきつつあり始めたんです、実ははい、なんとファンの方からそう言っていただけることも、昔はほとんどなかったです。なぜなら MC だけで戦おうとしてたから。パーティー公演をやってた研究生の時はもう私はダンスはできないですみたいな、パフォーマンスするのそんなに好きじゃなかったですね。今言ってしまえばどっちかというと MC でみんなと喋ってたりとか、なんかファンの人が温かい目ではるかの話を聞いてくれるからそっちの方がなんか好きだなって思ってて、でもまあ圧倒的に歌って踊ってる時間の方が長い、なんか苦ではないけど、でもこうそこで自分が目立とうとはあんまりそういう考えには至ってなかったですね。そこが私の勝負どころではないと思ってた。うん。でも研究生公演やっていく中でなんか、あ、これじゃダメだなと思ってから、下手くそでもいいからとりあえず体を大きく動かしてみようみたいなところからですかね。なんか思いっきりダンス大きく踊るのがすごい怖くて、なんかダンスが苦手だから思いっきり踊るのがなんか怖かったんです、すごく。だからやっぱりでも思い切りが大事だってとっても今は思うので思い切ってやってみよう。そうです、あ、そう、昨日はね、リカさんの卒業公演の中でノーベーマン
やらせていただいて、いやーすごい、そうだ、あの筋肉痛だって言ってたのは多分そのノーウェーマンなんですよ。ノーウェーマンを自分がやる日が来るなんて思ってもみなかった。私がまだ加入したてくらいですかね、ノーウェーマンって。多分そう、加入したて、本当にしたてな気がする。なんかあの時さ、ノーウェーマンのその歌番組でなんかノーウェーマン披露するときに、真ん中の3人お三方のポジションをこう選抜メンバー以外のメンバーで、そのなんかダンスオーディションみたいな審査で3人が勝ち抜いて、そのポジションを歌番組でしますみたいな企画があって、私は到底無理だったので参加しなかったんですけど、 NGT の中でもその参加してたメンバーとかもいて、いやすごっ、って私こんな曲できないやって思ってたから、なんか昨日ね、リカさんの卒業公演でやらせていただく機会をいただいて、はあ、でもなんか一つ乗り越えた感ありますね。うん、なんか TDC コンサートの時にやったうざうざって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 いう曲あるじゃないですか。あの曲もすごいダンスナンバーと言われるような楽曲で、すごいもう課題曲だったんですけど、あ、できねえできねえみたいなそんな感じだったんだけど、うん、最近はね、まあ、いろんなちょこちょここう経験を積んでこれたのか、まあノーウェーマンも無事できるように成長しました。あの頃の自分では絶対にできなかったと思うけど、ノーウェーマンできるようになりましたね。よかったですよかったですね。まあでも結構もう歌いながらすごい、歌も大きい声出して歌ってるので、今日もう本当最後の方フラフラだったんですけど、もうフラフラでした。フラフラよ本当に。でもなんとかね、でもその後のだらしない愛し方2曲続けてくるんですけど、だらしない愛し方はあのコンサートの方でもやったんですけど、リカさんの卒業コンサートね。でも、うん、難しいですね。でもすごいいい曲、もうなんか終わった後みはるさんがすごいなんか春が好きでしょこういう曲って、なんかすごい憑依してた、いい意味でって言ってくださって、そんな風に言っていただけることなかなかないので嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。リップ塗っちゃお、よかったら DMM とか理解してみてくださいね。コンサートもそうですし、
昨日言った言葉を今日覚えてるとは限らない。キャー、ハートありがとうございます。もう魂抜けちゃってますね。ショールームしてみたはいいものの魂が抜けてます。なんでだろうね。もうなんか助けてこんにちは、あ、こんにちは、どうもいらっしゃいませ。ハートありがとうございます。バラさんもありがとうございます。燃え尽きちゃった。そうかも、そうかもです。お疲れ様。あ、どうも。なんか燃え尽きたのか、なんか呆然としてますね。本当に魂どこ。いや、そう、本当そうなんですよ。魂どこいや、でもなんか8月が終わって夏が終わっちゃった感もありますよね。紀伊国屋書店にポスター貼ってありました。サインありましたね。ありがとう、嬉しい。怒涛の夏。そう、これ怒涛って読むのか、なんか読めなそうで読むの諦めちゃったけど読めた。そうなんですよ、怒涛の夏ですよ。まだまだ暑い。そうね、この前行ったラーメン屋に NGT のこのサインがあった。あ、 NGT はラーメン部っていう部活動がありまして、新潟県内のラーメンをすごい食べて回るという、なんかすごい素敵な部活がある。それのみんなのかな。私も五大ラーメンを巡る旅みたいなのを NST さんの YouTube の方でやらせていただいてたので、5件くらいサイン飾ってありそうなお店はあります県内に。バラさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは。そうですね、次4期生が来るからしっかりしないと。いや、本当にそうなんですよ。私ったらどうしたらいいの？なんかさ、しっかりはね、本当にできない。いや、しっかりはしてるんだけど、なんかそんなにこうしっかりしてるんでみたいなのが私できない。なんかしっかりしてそうな先輩であっても私のことだから絶対になんかボロが出て、なんかすごいかっこ悪いじゃん。ここがつかないじゃないですか。でしょ？おしゃべり会追加しました。あ、嬉しい。そうだ、おしゃべり会の再販が始まった。始まっている。始まる今日から、もしかして。おしゃべり会待ってます。でも3期生があんまり人見知りじゃないから話しかけてくれてすごく嬉しいんです。ヒヒヒヒヒヒ。
行けそうな分は全部会いに行く。え、嬉しい、待ってるよ。16時から始まると、始まっているとです。16時にもうなっているので、始まっているとです。皆さん待ってるよ。いやー、なんか本当に完全燃焼、これはショーファイト、ショーファイディ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 、こんな音じゃない、絶対今めっちゃ音痴。ショーファイ、じゃんけん大会思い出しますね。最近はじゃんけん大会もやってないからね。そうなんですよ、48グループのさ、総選挙とかがにギリ参加できなかった代だと思うんです。 NGT の2期生がドラフト3期生までがギリ参加したことがあるみたいな。でもまあ加入間もないですけど、もうなんか48グループに入ったら総選挙っていうイメージがあったから、やってみたかったなっていう気持ちがすごい私はあります。なんか結構でもこうメンバーさんとかを見てるとすごく過酷というか精神的に結構追い詰められていらっしゃる姿を見たりすると、なんかこちらも胸が苦しくなるんですけど、でも48グループに入ったら総選挙に出るんだみたいな、そういうのがあったから、なんかちょうど私たちの代から総選挙がないということでちょっと寂しいなって思ってたりもするんです。うん、だしなんか他の48グループの方との交わりみたいなのも、48グループファンの皆さんを少しでも見知っていただけるようにみたいな感じでやりたいなって、いつかの憧れだったんですけど、でもちょっとそういうわけにもいかなかったみたいなので、シュン。なのでね、こうたまに48グループのファンの方が私のことを見つけてくださる方がいらっしゃるとすごい嬉しい、嬉しいぞっていう気持ちですので、よかったら見つけて拡散してください。こんにちは、こんにちは。そうですね、もう今はだからグループをみんなで頑張って作っていこうという気持ちです。ねえ、なんか頑張ってください、ありがとう、頑張ります。急に今眠たくなってきた。確かに大運動会とかありましたね、一期生さんたちが出てたり。へえ、そっか。なんか私もさ、大人になっちゃってね、え、本当に。なんか最近大人になっちゃってっていう話しかしてないわ、そういえばね。
今日はゆっくり寝てくださいね。ありがとうございます。明日はね、オンラインおしゃべり会ですよね。お待ちしております。お待ちしております。待ってるぜ。皆の衆皆の衆とか初めて言った。キャラ瞑想中。ドゥルンドゥンドゥルン。はるか村って何ですか？はるか村は私のファンの方の総称がはるか村村民っていうので、はるか村村民の皆さんの住んでるところがはるか村です。場所は新潟県の上空10センチです。あ、今17時。ありがとう教えてくれて。よかったらはるか村村民になってください。はるかはよくはるか村って呼ばれます。はるか村さんって呼ばれたり、はるか村って呼ばれたりします。あ、そうです、私が村長です。5センチじゃなかった、10センチだよ。あ、10センチだよ。こんにちは、こんにちは。みんなが設定設定言うけど、設定とかじゃないです。私は存在しているあるものに対してその言葉で説明をしているだけなので。設定じゃないです。これから飲み会に行ってきます。行ってらっしゃい。なんか今日は5時に起きて何をしてたかというと、起きるじゃん。でとりあえずなんか黄昏というか、まあ黄昏ですね。なんかね、黄昏るんです朝は。あとフォトログを書きましたね。結構こういつも書きたいことを長文でバーって書いちゃいがちなんですけど、言葉を選んでギュッと結構必要最低限な内容にしたので、それも含めて結構時間がかかりました。意外とあの文章を作るのに、私のね、あの語彙レベルというか文章レベルのやつをね、時間がかかっちゃうんですよ。なのと、あとはそう、なんかお風呂のところにあの実はスピーカーがついてるんですけど、そのスピーカーにスマホを挿す変換アダプターをなくしたので、どうしてもお風呂に入りながら音楽を聴きたいとふと思ってコンビニに買いに行きました。そしたらちゃんとできたからよかった。なんか急にその音楽を聴きたくなって、今日なんか音楽別になんかそんなに私好きなアーティストさんとか
ないんですよ。なんか好きなアーティストさん聞かれると結構困るんですけどあと好きなんか趣味ありますかもう結構困る。あのないんですよ。でもなんか全く持ってないっていうわけでもないけど、なんかないっていうよりかは言ってそのなんか相手よりもにわかだった時のことを恐れてあんまり言えないのかな。なんか音楽もそんなにこうどこかのアーティストさんにこうどっぷりハマってるわけではないかなみたいな。でもすごく好きな曲とかは全然あるし、そうでもなんかだから今日はなんか私好きな曲でプレイリストを作ろうと思ってお風呂用に、そうアダプターも買ってきてこれでお風呂で聴けるじゃんと思って、でなんかプレイリスト作るためにそのなんかね曲を分けました。そのなんかテーマごとに自分的に感じ方で分けるっていう作業をしてたんだけど、それがすっごい難しいです。なんかこうすごいさ気持ちが高まる曲とかなんかゆったり聴きたい曲とか心が温まる曲とかいろいろあるじゃないですか。でもなんかまあ歌詞もそうだし、でも意外とその音メロディーとかイントロとかで結構なんかだからなんていうのかな、ジャンル分けがすごいめっちゃねもう細かくて足りない、なんていうのなんか好きな曲をめっちゃ適当にもう集めてシャッフルで聴くと結構テンションがさなみなみするかなと思って、その曲が入聞いたらなんか流れてきたらもうその曲のテンションにふわってなる入るんだけど、にその次の曲が全然違う感じだったらなんかああってなるじゃないですか。だから今はこういう気分になりたいっていう時のためにその分けたいと思ったんですよ。そうでもそれがめちゃめちゃ難しい。なんか例えばあのアイドルっていう最近めっちゃ流行ってる曲あるじゃないですか、推しの子の。そうこの前ひのちゃんも歌ってたんだけど、私アイドルすごい自分もなんかアイドルをしてるからかこうすごいなんていうんですかね、あ分かるなっていう部分も結構あって好きなんですけど、なんか結構こう強めというかなんか芯があるというかなんかそういう気持ちになりたい時もあるじゃん、そういう気分みたいななんか私は強く生きるみたいな気持ちになる曲か、結構こうなんかでももうなんだろうなダークな感じの曲も結構好きなんですよ。だからなんかでもだとするとねそこまたなんか私の中で違うジャンルなんです。だからでも YOASOBI のアイドルはどっちにも当てはまってたりするみたいな、なんかそんな感じで、でも言葉で表せないから絵文字をたくさん使ってなんかそう炎のハートになんかにっこりみたいな、もっともうめっちゃたくさん5個くらいそのなんか言葉にできない感覚なのでその曲を聞いた時の感じるもの
なんかその曲を聴いた時のなんか難しいな、なんか私今まで自分でプレイリストとかを自分用に作る時はなんか元気になりたい時に聴く曲ってしてやってたりとか、なんか夏曲みたいにまとめてたんだけど、今回はその元気になるために聴くんじゃなくって、そのなんかこういう感覚こういう気分になりたいっていう時だから、その曲を曲のその本質とかっていうことが一番手に来ないんですよ。なんかなんていうのかな、なんか感覚聞いた時に感じた部類別みたいな感じ。だからなんか曲調がすごく暗くて、もう歌詞が本あったかい曲とか何かな、なんか難しいな。すごいなんかめちゃめちゃね、分けるのとかもめっちゃ難しいし、こう分けてたらもう切りないなって思った。でもたまにそのあるんですよね、こうこの曲とこの曲って全然そのアーティストさんも違うけど、聴いた時の気分がなんか同じ近いなみたいな、なんかそれがあって、私そんなに集中力とかないんですけど、めっちゃそのプレイリスト作るのになんかすごい没頭してました。はい、好きな曲はねたくさんあるんですけど、うん、でも音楽ってすごい力がありますよね。本当になんか錯覚するくらい不思議な力があるなって、うん。なんか私はこうアイドルをさせていただいてるので、こう結構私は強い女強い女負けない負けない私は強い女みたいな、そういう気持ちにと、でもなんかその私は強い女っていうよりかはもうなんか人として、人としてその思ってることをがなんか共感できるような歌詞がある曲とか、なんかそういうこうなんか水色のイメージに水色な気持ちになるとか、赤くて黒い気持ちになるとか、なんかそういう感じで分けるってたんです。だから多分今見返してみたら言語化されてないただの絵文字が5、6個並べられたそのフォルダー名みたいな、プレイリスト名っていうのかアルバム名みたいなのでまとめてるから、ちょっと意味のわからないことになってるんじゃないかと心配してるんだけど、この配信を終えてそうですね、 ZOZO が届くまでの時間はちょっと待つと思うのでまたそのプレイリストとにらめっこしてみようと思う。本当自己満で、後にその自分で作ったプレイリストを聞くのかと言われたら多分聞かないんです。聞いた試しがない私は。分かりやすいのはこうなんか泣ける曲とかさ、なんかあのこれもまたあれですけど、その涙活とかって知ってますか？涙をこう流すことによってストレスとかも一緒に、ストレス涙出すとストレスこうなんか一緒に流すみたいなの聞いたことがあって、でなんかなんだろう、あえて泣くというか、その感動するような映画を見るとか曲を聴くとかっていうので涙を流す意図的にっていうことも、なんか私その感覚もすごい
なんだろう、すっきりするのか、なんか泣くのが好きですっていうよりかは、でもなんかその感覚嫌いじゃない感じがしてて、なんか気持ち的にはかなり切なくなったりとかグッとするんだけど、なんか結構感情がこうキュッとなる瞬間が割と私の中でなんか大事な時間だったりするんですけど、がなんか泣いて一回すっきりしたい時にこのプレイリストを流せば、そのなんだろう、モードに持っていけるというか、なんか自分のこうモードを入れるためのプレイリストを作ってみようと思ったんです。そうそうそう泣くはね分かりやすいんだけど、ちょっとそれ以外ちょっと言葉で言いづらい、あ、難しいですね。でもアイドルとかは分かりやすいんじゃない、皆さんやっぱりなんかすごいさ、あとなんか去年とか、去年一昨年もうだいぶ前か第6巻とかさ結構人気じゃないですか。なんか YouTube に出てた MV にもコメント欄見てたら、なんかこの曲聴いただけでなぜかなんか自分が最強になった気持ちになれるみたいな書いてる人いて、ああわかるわかるって思ったから、なんかそういう自分をこうなんか私は最強だみたいな頭を錯覚させるくらいのそういう力が曲にはあるんだって思って、でまあまあなんか本当は分かんないけど、そういう気持ちに持っていくための曲集めを してみてはって思ったんです。朝起きてブルーな気持ちになったら、そのブルーな気持ちもその違うんですよ、なんか辛い時から元気になりたいと、あとやる気出してくぞっていう時の元気になりたいってまた違うじゃないですか。なんかちょっとこう追い込まれてる辛いみたいな、それで元気がない時だったらなんかイケイケどんどんみたいな曲よりも、もうちょっとこう寄り添いつつ明るくいこうぜ系の曲を集めたいなとかすごいね、もうあるじゃないですか。そうそう、なんか結構見たもの聞いたもの言葉の一つからなんかあれこれ考えちゃうので、そういう種類を分けようと思ってみてました。そうなんですよ、まあ結構それも今日が本当ゆったりした時間があったからですね。なんかさ、これからまたこうリハーサルにまたね追われる期間とか、でもまたねサマーグッズの公演とかだったりも、あとはフェスにね出させていただいて、フェス NST 祭りさん出させていただいたりとか、ちょいちょいそのリハーサルとかが入ってくると思うので、そういう時リハーサルの日々結構覚えなきゃっていう時私結構汗しちゃうので、そういう時にいやいやできるってみたいな気持ちになるなれたら結構いいんですよ。なのでそういう気分に持っていくためのプレイリストとかね、なんかまあ実際そうなった時の大江はるかさんが今日作ったプレイリストをね使用してくださるのかはわからないですけども、使ってくれたら嬉しいな未来の私っていう気持ちでいます。ハートありがとうございます。でも本当にさ、なんかリカさんが卒業公演でやらせてくださった曲もすごいなんだろう、
やったことないくっていつかやってみたいなっていう曲とかだったから嬉しい、やらせていただけて。ハートありがとうございますね。結構もう気持ちがギュッとなる一日でしたね、昨日は。いや、圧倒的に大変だったのはノーウェーマンですよ。ノーウェーマン大変。私でもラブトリップすごい好きで、なんか小学校の時にインフルエンザになった時にずっと48グループの MV をまじまじと見ていたんだけど、ラブトリップとシュートサイン何回も見ましたね。ラブトリップの MV がすごく好きで、なんか実際の多分学校とかに行ったりとか、もう多分本当に一般の方かなが告白してるんですよ。あれを MV にその取り入れられてるのがうわすごいって思って、なんか青春だなって素敵って思って見てて、だからなんか曲もすごい好きだし MV も素敵で、やってみたい曲だったから嬉しかったです。明日は初のオンラインお願いします。あ、嬉しい、ありがとうございます。待ってますね。嬉しすぎ。そうだからね、ラブトリップできたのとっても嬉しかった。僕はいないもさ、なんかやれる機会なんてそうそうないからね。そうだよ、嬉しい。でもノーウェーマンとかさ、だらしない愛し方とか結構みんなで揃えたりとかして頑張った曲だったりするので、今後もどこかね、結構機会があったらまたやらせていただける機会ね、あったらいいなってすごい思うし。ノーアメン、ノーアメン、まさかなんて、すごいすごい頑張っ、もうめっちゃ体力って感じです。もうだらしない愛した方の時とかに、なんかもう2曲目ノーウェーマン終わりのだらしない愛し方すごいもうみたいなでもなんか私なんだろう、だらしない愛し方一発でやるよりもノーウェーマン後のだらしない愛し方の方がすごい気持ちよかったです。なんかなんでだろうか、何かこう吹っ切れるものがあった気がしますね。48グループに入って振り付けをしてると、あ、知ってる振り付け、あ、あの振り付けを私がやってるっていう気持ちになるからすごい嬉しいです。 あとナギイチとかも私もすごい好き。ナギイチはでもね、クラクラで一回やらせていただいたことがあったんだっけな。そう、かわいい
振り付けもすごい可愛い。こんにちは。あら、こんにちは。お元気？まったり話してしまってますね、今。頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。そうだよね、まだこんにちはの時間だもんね。あんまりこの時間に配信することもないですね。ないです。私今日は本当に何も喋ってないよ、私。最初1階で配信してて、弟来たって言って2階に来て、ああいいですね、あれもいいですねとか言って、なんか生活してる中でこれ話したいって思ったこととかは結構あるんだけど、ショールームでこれ話したいって思ったことあるんですよ。ひのちゃんからもらったアホ毛止め、もういいわ、使いやすいです。ひのちゃんありがとう、お返ししなきゃ。何時まで配信、今って何時ですかね。あのね、荷物が届くんだよ、だからね。まもなく17時、あ、17時半か。あ、じゃあもうそろそろかな。夜も配信したいなって思ってるんだけど、夜配信できるかな。この前からね、洗濯物自分でやってるんだ。今まではもう実家だから完全に甘えてお母さんにやってもらってたんですけど、なんかはるかももう大人なんだから、だから私だけ洗濯物自分のやつ自分でやってるの。だからこれから洗濯物を回します。あと食器も洗います。それからそうですね、ハンガーとかやって。偉いよね。そうなんだよ。でも絶対さ、その一人暮らしで一人暮らしの生活をするのとさ、実家暮らしで一人暮らしみたいな生活するのってさ、実家暮らしで一人暮らしする方が大変だと思うんだよね。私最近本当に一人が好きすぎて、なんか家族がいてもいいんだけど、なんか夜リビングで一人で過ごすのがすごい好きだから、早く寝てほしい、みんなには。でもお母さんもその私と同じタイプで、お母さんも夜一人でリビングで過ごすのが好きなんですよ。私もなんだよね。これは譲れない戦いだ。そう、なんか部屋にこもってるのも好きなんだけど、でもなんかこうリビングで開放感のあるところの方がいいじゃん。なんか自分の部屋にこもるのもそういう気分の時もあるんだけどね、なんかね、リビングのベッドで、あ、違う違う、ソファーでゴロゴロしてたい、一人でとか、リビングのテーブルでなんかテレビ見てたい。
実家で一人暮らしみたいにする方がさ大変じゃない。だってさ他の家族がさ使ってる時は使えないんだよ。洗濯物もなおそうだし、食器洗いとか。だからなんか最近一人暮らししてみたい欲が湧いてきた。でもな、一人暮らし、新潟で一人暮らしはさ別に新潟に住んでるから必要ないじゃないですか。できれば節約したいじゃん。もう切り詰めていかないと。そうよそうよ、もう節約節約。おしゃべり会のお洋服とかもそのお金がかかるわけじゃないですか。もう何かとお金はかかるので節約していこうという気持ち。でも割と今実家暮らしだからって思って好きなようにコンビニとか行っちゃうし、コンビニ絶対大きいと思うんだよね。一回がさそんな大きい買い物じゃないからといってさ、今日みたいにそのコンビニで変換アダプターとか買うのが多分違うんだと思う。だしそうペイペイって本当にどん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 ね使っちゃうんだよね、便利だから。でもポイント貯まるからできればペイペイを通してお支払いしたいじゃんね。そうなんですよ、ペイ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 これから今日届くね、ゾゾもペイペイです。ゾゾペイペイです。大好きな大好きな組み合わせ。ペイゾーペイゾーはやばい。ゾウ、ゾゾタウンがゾウにまとめられててかわいそう。かわいそうじゃあそろそろ荷物が届きそうかもしれないので壇上の皆さんを呼びますね。13位、あ、なんて読むんだ、麺男さん、12位 SS さん、11位あゆ太郎さん、10位ダメ男さん、9位ゼロさん、8位トトちゃんさん、7位てっちゃんさん、6位トシヤさん、5位カンクロウさん、4位ぴょんぴょこぴょんさん、3位スマイルさん、2位マーチさん、1位ふっちゃんさんです。ありがとうございました。ちょっとなんかサイレントモードみたいな配信をしたんですけど、あのではまた夜配信できそうだったらしますね。またね。